はい、おはようございます。坂田のババゲーセン三門です。サムライスピリッツ戦、通称戦サム大会エントリーの方そろそろ締め切ります。おバーチャジェイが続々と参戦。大丈夫かこれ。あ、ゲリラとか書いてあるし、書いてあるし、リカちゃんも書いてある。さあ、はい、大丈夫ですか。エントリーそろそろ締め切りますが大丈夫でしょうか。サムライスピリッツ戦エントリーの方そろそろ締め切ります。はい、締め切りますね。はい、締め切りますよ。あれ死にかけって書いてないけど大丈夫かな、大丈夫かな。じゃあまあ締め切りましょうか。はい、じゃあ締め切ります。あと大丈夫本当に。あれソーリンさんとかいる。あ、今日ね社員旅行、社員旅行。ダメ、ランダムダメ。右京でいいじゃん、右京で、右京でいいじゃん。強キャラ。さあ死にかけが右京ということでエントリーの方締め切ります。
盗賊に。一本目勝負。一本目勝負。
割り勝者スズン姫。お前死んだの無礼者。挑戦者あり。勝負！足持ち弁！足持ち弁！はっはっ！
はい、のじあい、それでラストでお願いします。2つともそれでのじあい、ラストでお願いします。はい、2大進行でいきます。ガルフォート、ゲリラ、ヒマジンとアイム、これが1回戦です。あ、0回戦か、0回戦、第1試合と第2試合、となっております。はい、ガルボートゲリラ、ガルボートゲリラ、じゃんけんの方お願いします。あれ、ゲリラどこ、あ、ゲリラ、ガルボート、じゃあガルボートゲリラ手前の方で、それでヒマジンとアイム、ブリキ側、はい、じゃあストリートファイターカーニバル10日目、サムレイスピリッツ戦大会始めます。さーて、はい、この後バッチャ3のランバトがあるので2大進行でいきます。はい、終わり次第やりますよランバト。それまでちょっとお待ちください。1P側でガルボー、 2P 側バーチャー3、バーチャー3、世界大会出場者、ザ・ゲリラと、さあ、同キャラ戦になると。かかってこいや。さあ、ゲリラやってるのか、かかって何気にこそれにしてたような感じもするけど。さあ。さあ、ガルボー、ガルボーが青い方、青い方がガルボー、白い方がゲリラ、さあ焦がして、ワンツー、さあガルボーが若干リード、大ギリをさして、さあ空根、空根、さあ切って切って浮かして、ガルボー一本、
そうなんだ、竹千代ってこういうキャラ。あ、こういうキャラ。はいはい、みーちゃんです。あ、はいはい、どうもどうも、はい、竹千代って、波動拳 A で出る月と、それから 2A で出る下段の2択をどんどんかけていくようなキャラで、まあ、あとは足し途中 BB で鉄拳でいうところのダブルアッパーみたいな技が出て、それで浮いてるって感じですね。そうそう、今の技があれが攪拌のないポンケみたいなもんです。あー、攪拌のない、攪拌のないポンケ、すごい分かりやすい言い方です。じゃこいつポールみたいな感じですね。あと試合が終わりましたね。 B 兄弟、あ、 B 兄弟は、え、あ、アイムさん、アイムさん、はい、じゃあアイムさんが勝利。じゃあエアガイつかめ、みーちゃん。え、え、違うでしょ。ああ、エアガイつかめ取り切り、その次だ、みーちゃん、ごめん。さあ、ガロボー、ガロボー、ガロボーさんも結構やってるんですかね。やってんのかな。あ、でもちゃんと強い技してる。この技強いです。あ、カウンターで連続ヒットしてる。ちゃんとね、そういう強い技ちゃんと調べてくるっていう。さあ、ガロボー勝利。じゃあ、ナルとみーちゃん、はい、相手対でお願いします。あ、死にかけ来た。はいはい、じゃあ簡単に解説というかあれっぽい感じでないけど、今日何人来てるんですかこれ。21、え、21。マジで戦争で こんなやる人いるの知らなかった。うん、あー、すげえ、カーニバル効果さまさまやで。うん、ね、一方ケン様は全く来ないという。なんでも僕はそこでいつもいつまでネタ使われるんですか。もうあの、もうもう今日あれですよ、ね、初戦が GRA さんですよ確か、僕もういきなりあれですよ、マックジャパン対決ですよ、マックジャパン対決。いきなりマックジャパン対決ですよ。ケン様がなくなるか、陰でポイントが重なってる。マックポイントみたいのがあのじわりじわりとなんかつけられてるんですよ。あのこのランバトの裏でポイントをかけされてるんですよ。ついになくなってしまうのか、ケンさんも。ああ、ケンさんもないですよ。さあ、注目のマックジャパン対決は、1回戦第3試合になってます。それは配信しましょうね。はい。はい、というわけで、今画面で映されてる、配信で映されてるのは、ですね、京志郎とあとは源次郎ですね。京志郎はやっぱりシリーズにもあの、まあシリーズの例といいますかね、やっぱりね、あの受けが強いですね。で、逆に源次郎はガンガン攻めていくからです。あの3連殺がめくりとかの対応ではなく、ガードさせてもこっちが有利になるような、そういう形の技になってます。あの 青く光ったら有利みたいな、そんな感じ。そうですね、あれがあの青く光るのがいわゆるジャスト入力っていうやつですね。あのあれが成功するとすごい性能が良くなるんですね。あ、で、五光はどうやって出るの。五光はですね、五光山はなんかめんどくさいんですけど、打撃投げになってるんですよね。あ、打撃投げなんだ。そうです。さあ、浮いて。そうですね、まあ浮いてバサバサ切ってくれるんですけど、このゲーム、昇竜がすんげえ出にくいんですよね。なので、割とやりにくいですよね。まあ、あ、というかこれ、みーちゃんか。みーちゃんですね。あ、みーちゃんだったら見せてくれるのでしょうか。五光山を見せてくれるでしょうか。今、やってましたけどね。さて、みーちゃんが、チューチューと。さあ、エアガイつかめんが勝利。あー、五光山出ました。五光山、これ五光山ですね。五光山、威力がちょっと寂しいですけど、五光山です。これが五光山です。じゃあ、微分とパルキチ空いたところでお願いします。さあ、というわけでみーちゃんがセンサム勢として、まあ、わからん殺しをしていく感じでしょうか。まあ、組み合わせとしてはこれはですね、ちょっと源次郎のビフリーぐらいな感じですかね。ちょっと源次郎がフリーなイメージですけど、あの京志郎の方はですね、あの 3B っていうやつがあの浮かせるアッパー技があるんですけど、あれがガードされてほとんど隙がないとか、そんな感じの結構いい性能なので。京志郎フリって言ったら相葉さんが振り向いたよ。え、いやいや、そんなことはねえよって。いや、あの京志郎ね、有利あります。これは、いけるって、いける、京志郎有利いけるべ。うん、京志郎有利、源次郎じゃなくて京志郎有利。源次郎がフリね。源次郎がちょっときついですね。あの、はい、ただ、ただその対策がわからないとね、やっぱりあの源次郎のガンガン、こういういわゆるガン攻めですね、それに押されていっちゃうんですよね。まあ相手に対応してその 3B っていうその技をあのポンポン振っていくと結構いい感じに機能するんですが、そうです、これです、これです、これを相手の攻撃に合わせて振っていく感じですね。相手が攻撃するようなところに置いておく感じでやっておくと、源次郎の場合ですと、まあちょっと攪拌が一応持ってるんですけど、他のあの弱斬りと言いますかね、あの普通のサムライスピリッツのシリーズで言ってる弱斬りに該当する技を持ってない、あのそれが遅いキャラには果敢がほとんどないです。
なのでそれをうまいこと置いていったりすると結構機能していくんですが、さあうじゃうや、確かに浮かせて5個弾いっかーっと、5個弾打撃だけミスった。さあみーちゃん処理、3連殺をガードさせてそこから蹴りで勝負ありという形ですね。さあレシオとガルボー、レシオとガルボー、はい、じゃあレシオとさんとガルボーさんお願いいたします。さて、いやーやけど怖いな、どうなんだ。さあレシオとガルボーじゃんけんの方して、手前の台で、はい、ときメモ側の台でやってください。まあちょっと両方つなげてないんですけどね、はい、というわけで竹千代と覇王丸ですね、多分まあ結構五分いい勝負できる組み合わせだと思います。まあ覇王丸は最近なんかまあいろいろ研究が進んで、このキャラだけ限定で立ち状態の攻撃を弾いても、いや横台切りが確定するっていうネタが見つかったりして、非常にまあ要は普通だったらただの攻撃しか入らないんですけど、覇王丸限定で立ってる時の攻撃をが弾いたら、まあ台切りが入っちゃうっていう、そういうネタが見つかったんですよね。また性能的には三島家です。覇王丸は我流ですけど、今作のセンサムの覇王丸は三島家です。風神ステップ と、あとはですね、雷神剣出したっけ、風神剣出したっけ、それを使って戦っていきます。で、竹千代は強いポールって言ったら分かりやすいですね。ポン剣をあれですね、ガトツって言われてる月です。ポン剣をね、どんどん出していって、あとは下段の 2A っていう足を払う、足元を払う技、あれを使っていくと非常に崩しが強い感じです。覇王丸はそうですね、なんていうか個人的には比較的初心者寄りというよりはクロート向けなキャラだっていう印象があります。なぜかというとステップとかが覇王丸が昇竜ステップなんですね。一方で竹千代の方は、波動ステップでかなり出しやすいと、中段と下段も分かりやすいので、このキャラはそういう意味だと非常にセンサムまずやってみたらどうかなっていうやつだと非常に選んで損がないキャラクターだと思います。まあというわけでガローバさんがね、すごい手慣れた感じで竹千代を動かしていますが、まあ、竹千代も弱点がありまして、やっぱり軸移動とかには弱いんですよね。さあ投げ通る竹千代だとね、中段がとにかく強いので、そこにね、なんでしょう、下段を払っていくと非常につらいんですが、さあしゃがむとこはこの技がつながってしまう。あーと、さあしゃがんだところに入ってしまって、さあガトツ入って、おっと補欠弾を出すがガードされてしまう。下段、この下段と中段を混ぜ合わせていくと非常に強い。適当といてや。というわけでガロボーさんの勝利。これはやっぱりすごい筋ありますね、うまいですね。もうさあ適当といてや、ブリキ側で手前側で、死にかけとくだ。はい、じゃあすいません。はい、マイク交換大丈夫か。はい、はい、とりあえず死にかけさんが、座っちゃったので、そうですね、配信台が死にかけさんとグラさん、うん、違うな、失礼、誰だろう、死にかけとグラ、グラだったんです、グラさん、はい、さあ、負けた方が、台が撤去されるというワンピーが死にかけさんですね、はい、本作最強キャラ。死にかけ何撤去しましょうか。ゼロスペシャルとか撤去する次負けたら撤去試合やばいっすね。いやこれはね、ちょっと負けちゃったらみんなの反感をだいぶ買うことになりますね。コメントの方もグラさん頑張れてきますよ、はい、でグラが負けたらモイチャスがまた1個ロムが消えていくと。マジっすか。さあマックジャパンへの扉がまた一歩マックジャパン仮面。さあ浮いて、さあ浮いて、アッパーね、このゲームの最速発生クラスの技なんですよ。まあ、ぶっちゃけあれですよね、ガチで強キャラ選んでますね、めっちゃやばいですね。そうですね、今日はね、ちょっと僕が控えめのキャラを選んだんですけど、みんなガチにいっちゃって、
あ、まあみーちゃんさんはねちょっと来れない僧侶さんの代わりに、まあ僧侶さんの影を背負って源十郎を使ってくれてますけどね。いやみんな容赦ないんだから、もういや源十郎で今のところ大会優勝ないんで、まあそうなんですよ、ね、まあ関東ではね関西ちょっと覚えてないけど、ね、今までもう一本の大会やってきましたけど、源十郎がね優勝経験ないからっていうのが本当不思議なぐらいなんですけど、ね、このツバメ返し今やってるんですけれども、青く光るとあの攪拌がないところがガーサシ有利です。はい、ツバメ返しがガードサシ有利、恐ろしい。ツバメ返しガーサシ有利とか、ね、今までのサムライスピリッツの常識からしておかしいんですよねこんなことって冗談すかしついてますからねあ、はい、はい、これがササメユキで、硬直怒り爆発キャンセルしてコンボを拾うというコンボを拾ってるんですけど締めを間違えているあ、そうですね。さあ 2-0 で先取ってるの新影選手が、はい、はい、イデア選手勝利、はい、イデアさん対適当選手は、はい、イデア選手勝利、はい、はい、まあ、次はナルキとエアガイツカメ流れ、つながる、はい、あれ、アイムさんは、あ、アイム、あ、アイムさん、サトケか、アイムさん、サトケだ、止まっちゃった。それが、奥側、ブリキ台で、さあ、勝ったのが死にかけ選手、ストレートですね、さあ、奥側で、アイムさんとサトケ、手前側で、ナルキとエアガイツカメ、あ、サトケ、サトケ、八丁さんはセンサムしたことあるんですか。え、多少やったよ、京志郎で。おお、いいけど、あれ、今どっちだ、ちょっと見てなかった。え、新垣さんが 3-0 で、もちろん。あ、そうですか。あそうですか。モエジャスが。そうですか。モエジャスが、さらばモエジャス。じゃあ、ちょっと今度はやっぱり、はい。いや、ひどいわ。さて、ワンピー側が、ワンピー側が、ナルキさんか、ツピー側がエアガイツカメン。ああ、そうですね。エアガイツカメン、このハオマルをものすごくあの使いこなしてるんで、かなりやばい動きができると思います。今、あのステップ、ほら、鉄拳のステップ、三島のステップあったじゃないですか。はいはいはい、あれっぽい動きしたんですけど、コマンドがまんま一緒なんですよ。まあ、さすがですね。あの、うん、某なんちゃら、なんちゃら青木さんと似てるだけのことはあると。今日ちょっと仕事の合間にあの昔の新宿スポランの大会結果動画、はい、あの結果をいろいろ見てたらライジンを切って文字があったんですけどね。ああ、よく出てきましたね。なんか感慨深いですね。あら、配信止まってる、大丈夫。ニコが調子悪いな。調子悪いですか。止まった。あー、暗いですね。これ YouTube では流してるんですか。 YouTube はな、あ、YouTube じゃない、ユーストは流れてるはず。流れてる、はい。あれ、なんでだ。じゃあちょっとユーストの方で2弦で見ていただければと思います。さあ、1本取り返してますね。名前なんだっけな、あ、ナルチキさん。さあ、2A で止めていくが、あ、この技、あの上から降ってくるあれなんだっけな、あの技がですね、あ、烈心山が本当にね、うさんくさいですね、無敵判定を持ってまして、全身無敵あるんじゃないか中くらいの、あの暗い判定の薄さがやばいです。さあ、ローキー、これはさすがに見えない。ニコが、非常に調子悪い。さあ、アッパーで浮いて、しかし今晩何も入らない。 A でカカン取ってく。さあ、レシンザーを使って、アッパーがカウンター必要じゃないのでコンボには入らない。さあ、ここで中段当てて勝ったのはエアガイツ仮面です。おめでとうございます。はい、なぜかニコが反応しないと。あらら、もうエアガイツ仮面、はい、エアガイツ仮面。じゃあモサリとナルサユイ相手台ではお願いします。あ、奥側の台試合が終わりました。どちら勝ちました。はい、アイムさんですね。アイムさん勝ちました。次俺か。シンゴとみーちゃん、はい、じゃあ配信映ってる台の方ですね。半蔵と、右京さんですね。半蔵はそうですね、あのか、稼働初期からいきなりあの背面永久があるとか結構やばいキャラになってますけど、え、当時ない、いや、あの、後ろの方だよ、後ろの方、背中蹴りまくる方。あっちも稼働初期じゃなかったっけ、あれ違うか。へえ、
まあとにかくあの背中を蹴り続けて殺すっていう割とやばいコンボを持ってたりするんですが、結構間合いが辛いところがあって、要は近距離じゃないとやっぱり、きついんですね。そういう点だと右京との相性はかなり悪い形です。右京が結構長い間合いと、さあしかしおっと、いきなり空魂、さあ半蔵で、半蔵はそうですね、本当に投げが強いキャラですね。モズ落としとかもありますし、それが一応投げ抜けは一応あるんですが、このゲームはあの駒投げに対してあの投げ抜けで別のコマンドで投げ抜けをしなきゃいけないというめんどくさいところがあるんですね。おっと浮かした、しかしコンバートながらない。さあこれは通常の投げ、ただの投げですね。ただの投げは投げボタンで抜けるんですが、おっといいですよ、あれ中段、あっと大切りがこのままパナしていたら当たったんじゃないでしょうか。右京さんの大切りは、上段透かしがあります。上段透かしがあるので意外とパナしていっても結構当たるときは当たります。だからなかなか信頼性は高い大切りですね。さあこれが溶岩モズと言われるすんげえ痛いモズ落とし、痛い。ちなみにこの技を抜けるには、普通の投げ抜けではなく、横切りボタンと投げ抜けのボタンを一緒にやらなきゃいければ、そこでさらに溶岩モズでわからん殺しを仕掛けていく。さあこのまま半蔵側がいいペースで持てるわ。しかしあの右京さんはこういう形であの牽制振っていくとかなりあの半蔵は近寄りにくいんですね。さあここから投げを絡めていくとさらにわけわかめ、さらに縦台切りでわけわかめ、これはひどい。しかしこの戦法は正しいです。さあここから、さあこのね蹴りが中段なんですよね、それが怪しいですね。ああそうですそうです、台切りさえ当たってしまえば威力がバッサリいったが、しかししゃがみ切りが当たってしまい、ここで半蔵側が取っていく。半蔵が成敗。はい、というわけで続きましては、はい、誰勝った、ですね、半蔵ですから、どちらやろ。はい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 、続きましては、パルキチとリカちゃん、リカちゃん、はい、試合だよ、リカちゃんお願いします。さあミーちゃんが勝利。じゃあガロボートイデア奥の台で。はい、いやニコ生の調子悪い。はい、なんかね、まあちょっと今日はニコ生調子が悪いそうですので、こちらの方でユーストリームの方でお願いいたします。ニコ生の方、初見さんも来てますね、ありがとうございます。お、呪いが解けたってことは映ってます。あの死にかけがね、グラをフルボッコンしたから、あー、モエジャスの呪いがもう、ね、さあ、そういうわけで、まあ、大会の方実況していきますと、覇王丸と、半蔵ですね。あー、これ危ないですね。あー、このゲームそうですね、あのダウンした時に、思わずガード方向に後ろに、あっとこれは生でモズ落とし、生でモズ落とし。さあ、リカちゃん、リカちゃん半蔵やってたのか。このゲームやったの見たことないんだけど、何気にやってたらしい。さあというわけで、さあバッチャスリー、さあ浮かせて、そこで起き上がりを、あっと立てたきり、これは普通に生で入ってしまった。この間のあのフリップの時に多分参加されてたんじゃないかと思います。あっと参加してた、このダウンした時に起き上がりに、後ろを入れてると結構危険なゲームです。なのでこういうのを回避したい場合はダウンしたらレバーをとりあえず上とか下にやるって覚えると結構被弾率がなくなります、または寝っぱなしです。まあ僕の場合はレバーを離してボタン連打ですね。あーなるほど、それもボタンで受け身、あの横転受け身になりますから、あーはははそっちの方が安全かなと。安全、あマジで、あのレバーを上に入れるときに間違って後ろ方向に入っちゃうとやっぱり、あーなる、ける可能性もまあゼロではないんで、あ離す方がおすすめかなとは思います。あーっとー、覇王丸のあれがですね、地味ですが、あれがあの覇王丸の斬鉄戦です。覇王丸の立ち台切りは地味に暫定戦です。覇王丸の、横台切りの方が性能が優秀なんで、あんまりあの存在価値が、存在意義というか結構目立たないんですが、はい、あというわけでパルチさんの勝利。次の試合はイデア君やってんの、あやってますね、イデア君の試合は今1-1でやってますから、死にかけさんとアイムさんか、死にかけとアイム、はい、はい、ガチ勢同士頑張ってください、はい。
おっと、イデアが2本取られてるぞ。お結構やってたと思うんですけどね、やっぱりめんどくさいですね。あれ、はい、やってんね。ガロボーもやってるね。ガロボーさん前ですね、やっぱガロボーが 2で、ガロボーさん俺、うん、いや俺ガロボーさんね、スリリ学園のセンスあると思うんですよ。やんないだけか。え、やんないだけか。やんないだけで、やれば絶対上手くなると思います。まあぶっちゃけね、あの昔の 3D だったらある程度、うん、関係ないからね。そうですね、うん、さあ 1P 側が死にかけ右京、 2P 側がアイムのキムヘリオンですね。はい、さーて、まあ、キムという名前だけあって、あのいわゆるガローシリーズのキムとのまあなんだろう、先祖みたいな、ね、そんな感じです。宝客とか持ってんの？宝客持ってます。あ、持ってんだ。はい、負けた。イディアさあガロボー勝利。キムヘリオンは、まあ、2つ攻撃を出す。映画つかめとモサリー。お、映画つかめんと、さあガードの硬いことで有名なアイムのキムヘリオン、一方ガンガン攻めていくのが、あのいつものスタイルや、いつものスタイルはガンガン攻めるのが進化系の右京なんですけれども、やっぱりどうですかね、キムアイムさんはガードが本当に硬いんで崩すのが大変なんですよね。ただまあ下段もないわけではないので、右京もかなり長い間合いからの下段でこうチクチク削っていけば、そのうち、火力差でキムヘリオンが負けるというですね、そういう構造になっています。キムとしてはもうものすごい丁寧な立ち回りをして、まあ、取れるところは全部取っていくと、全ての面でですね、ちょっとやっぱりまあ下段かな、下段がちょっとキムヘリオンの方が強いですけれども、それ以外はやっぱりどうしても右京の方が強いので、まあ、キムヘリオン側はすごい丁寧に立ち回りが必要となってきます。さあワンピー側の、進化系選手がまず1本取っている。さあこういう風にですね、あの遠距離からチクチク削っていくことによって体力を徐々に削って、一発こういう風にアッパーを浮かせればコンボがやたらと減るんですね、このキャラで。この下段結構見づらいんですよね。攪拌も連携が派生があって攪拌が何もないので、まあ、かなり強いです。一方このキムヘリオン、今出した技は一発目二発目ともに下段で、二発目は中段に派生もできるので、かなり一発目ガードされたところで、あ、一発目ガードしてしまえばまあ技が止まるんですけれども、一発目スカッたところで2択をかけられるのでめんどくさいです。怒り爆発はそうですね、右京さんの場合は隙のいわゆる咳込むですね、モーションの技がありますので、それを怒り爆発でキャンセルするという使い方があるので、右京の場合は、むやみやたらと怒り爆発はしないというのが基本だと思います。他のキャラはどんどん怒り爆発使っていってもいいとは思うんですけれども、やっぱガードの方はやめさんなので、まあ、隙を伺ってですね、あの使えるところで温存してるというような感じになってますね。さあエアガイツ仮面が勝利。はい、じゃあ俺かな、みーちゃんとパルクチーですね。はい、おはようございます。いやー、死にかけさんとエムさん長いっすね。長いね。長い、後から始めて先に終わりました。多分みーちゃんも先に終わると思います、ええ、この二人がセンサムやるときは、ええ、タイムを60秒くらいにしないと、あー、うん、もうお前50円でいくら遊んでんだよみたいな。一方バーチャファイター3試合目に突入です。3試合目ですか、ええ、いや、でも5試合目ぐらいじゃないですか。5試合目ぐらい、5試合目ぐらい、まあ3試合目だったと思うんですけど、まあ、ガードガード、ガードみたいな。ガード。いやすごい、弾く。あー、弾かれた。すぐ壁だとね、逆に言いたくないですけど、開幕ぐらいの距離だと運んでから壁コンボが入ってすごい痛いんですけどね。右京さんは今、怒り爆発、攻め、これエイムさん絶対攻めないですね、確定状況以外。相手が隙を出すのをひたすら待っている。こっちが攻める手といえばシャガパン。あとワンツー。下段を下段ったわ。もう下段と投げで崩していくみたいな感じ。エイムさんには投げが効かないんですよね。あ、よ、あ、まあこういう感じですね。はい。まあその場投げ、その場投げと前入れ投げ2つあるんですけど、はいはいはい、その場投げがワンチャン通るぐらいですかね。ああ、なるほど。全身投げはほぼこのサイボーグエイムマンには当たらないと。
いうわけなんで、崩しが強いキャラじゃないと、キャラだとちょっとまあ楽なんですけど、エイムさん。うわー、完全に抜けてますね、投げ通らないって。死にかけさんには通ります。あ、死にかけさんには通る。死にかけさんには通る。さあ、死にかけには投げが通るということで。あと30秒、体力はお互いないが。あ、下段取った。さあ、26秒、25秒。いやー、あー、取った。さあ、あとどうなる？ローキック打つか？中段。あー、死にかけさんだった。死にかけ。最後は中段だった。じゃあガロボと死にかけそのまま行きますか。その台でクソキャラ右京がさあクソキャラやっぱクソキャラなの右京。まあクソですね。あ、クソですか。そうですね、大変なことになりますね。どうもアイムさんこんにちは。こんにちは。いやー、やっぱシャルカ半蔵でいけばよかったいや最後ミスったなおゆち。エイムさんはあの、普段冷静でガードが硬いキャラを演じてるんですけど、沸点高いんですよ。沸点低いんですよ。沸点低いんですか。沸点低いんですよガード硬いキャラを使うのに沸点が低いと。冷静な立ち回りを演じてるんですけれども、まあ、はい、打たれる方が好きですからねさて、ワンピーガーが、ワンピーガーがガロボーですね。まあ、そうですね。ガロボーさんもよくやりましたけど、さすがにさすがにこれは、はい、さあガロボーさん、これ勝ったら30ポイント俺の点数上げようか。なんだってガロボーさん、これ一気、あれストリートファイターカーニバル一気にランクが変わっちゃう。ランクが変わっちゃう。おお、すげえな。おめえ、ガロボーさんとセンスが、あ、投げは抜けれない。ガロボーさん、投げは R ボタンで抜けるんだよいやすごい。まあでも格ゲーセンスが竹千代は生きるキャラですよね、本当に。そうですね、まあただやっぱね、結構センサムチェねちょっとコメントにテンポ悪いって言われてますけど、あの、はいはい、ちょっと今までのサムスピー以上にね差し合いが超重要っていう感じなんですからね。ふざけたキャラですね。あー、ネタ殺しが入ってるはい、あーアッパーで切り返した、はい、これは死なないか。ダダダダダと、はい、ササミ駅でフィニッシュ。変に格ゲーやってると、あのいつもと違うササミ駅のリンゴ投げが、あ、攻めていいのかなってなっちゃうんですよ。そうなんすよね。俺もささめゆき食らいに行きますけど、はい、何度バルドさんにささめゆきは上段中段ですよみたいな左爆発してるときは上段しかないんでしゃがめばいいんですよって会うたび言われるんですよ分かってるっつーのみたいなそれはまあ本当に暴れすぎって感じですねいやまあ確かにね、あの本当に火力高いキャラだったら攻めていってもいいんですけど、ただあー、ガロボさん、お、ガロボさんが下段で攻める。ガロボさん30ポイントが、あー30ポイントが、あー、30ポイントの夢が、30ポイントの夢が縦切り食らって飛んでった。縦切りホームランで飛んでった。さあ、準決勝第2試合、エアガイツ仮面と、みーちゃん、みーちゃん、はい、またガチ勢同士ですね。まあガチ勢同士、僕があのガチ勢として真っ先に落ちてしまったわけですけれども、あー、情けねあ、でもってなるとベスト4、あ、ガロボーか、ガロボーが、はい、あ、ガロボーさんがベスト4に残ってるんです、ね。まあ、やっぱり順当にガチ勢が上がってきてると。まあそういうことですね、まあやっぱりこう認知度が低いゲームですからね、やっぱやり込んでる、やり込んでないの差が多分非常に表れてるんじゃないでしょうか。まあ台切りも投げもね、まあ強いし、正直上級者にとってもね、こうシリーズ歴代屈指の台切り投げの強さを誇ってるんで、このゲーム、あーはーはー、ちょっとそれを振られてるだけでもね辛いんですよね。まあそれをどうさばいていくか、もしくはうまくさばいて反撃してどんだけダメージ取っていくかっていうのは、やっぱねガチ勢の方がよく分かってるので、まあガチ勢はなんていうか、そうだな、新規勢と比べてもうワンチャンスをつかみやすいというね、まあそういう状況的有利を取ってる状態なんだと思います今は。はい、背面に回って、あー、そうだな、側面コンボ、そうだね、厳重ローアーですね。あー、これは旋風霊だ。これ壁に到達するまで死ぬかな。あー、死なないな。あー、追撃の下段で死んでしまった。今のはですね、覇王丸だけが持つ、まあバグフ、通称バグフと呼ばれる、まあコンボなんですよね。あれは最速旋風列弾、まあ最速風神拳みたいな技を当てて浮かして、そのまんま、まあいい高さでもう一回最速旋風霊で当てて、そこからまた旋風霊を最速キャンセル、何を言ってるか分かんないと思いますけれども、とりあえずまあ最速風神拳放したら、その後の
あの硬直中にまた女昇竜コマンドをやり続けてるとずっとキャンセルし続けられるというとんでもないバグ技です。ちなみに、あ、でもこのバグ技ですね、実は対応キャラがいまして、まあ源次郎は、まあ、もちろん対応キャラですね、あの端から端まで運ばれるんで、はいはいはい、対応キャラだとあの無限ステージでは、促進します。あ、対応壁に当たった方がむしろいいっていう。そうですね、壁に到達するとあの壁からずり落ちる方がスピード速いんで、まあそのおかげで早く落ちて、まあ事なきを得るんじゃないかな、まあそこまでは祈れっていう感じですね。で、対応しないキャラはあのバグ風やっても大体 2,3 回ぐらいで落ちちゃいます。まあこれは多分落ちるスピードというかね、まあステージの、処理速度も関係して、まあそれでもろもろ、まあ落ちるスピードもキャラごとに違うということが、まあ証明されてるわけなんですけれども、あ、これは、あ、いかない、バグ風いかない、まあそうですね、こう最速からまた最速で拾い直すっていうことはやんなくちゃいけないので、まあやるとしたらむずいんですよ。というわけで、1つ2つ3つ、ハオマルはまだ2本選手している。さあここからどう攻めるんだ。はい、あ、これは 46A 横中弾ですね。あの源次郎の横中弾はね、あの上横下、あの大体どの高さにも対応できるという、まあ、凄まじい判定の広さを持っています。あれだったらね、ハオマルの、まあ、うさんくさいあの小月弾の、まあ、打点抜けとかもしっかり枯れるんで、まあこれも一種のハオマル対策ですかね。で、これでハオマルは 46AA、 あれ横中弾なんですよ、右弾とも。あれはまあガードさせてもお咎めなしなんで、あのハオマルはまあ弾きから横台が確定するので、そこで相手の攻めを誘って弾きを置いといて、で横台で反撃という系統もできます。まあハオマルね、何でもできない。ああ、これはハオマルが 46A 差し込んで勝利した。はい、というわけで仮面さんが抜けましたね。いやー、いいところまで追い込んだんですけどね。この組み合わせしたら頑張った方でしょ。ですね。いや、正直ね、この組み合わせね、ちょっと火力が安定しない源十郎が結構辛いですからね。てか、源十郎、いや、そうそう、源十郎の主力が 100% 潰されるんですよ、この。そうなんですよね。さあ、時間がないので、行きましょう。どうぞどうぞ。決勝戦、死にかけと、上がりつかめ。はい。ちなみに手が大変そうだってコメントあるんですけど、別にあれ全然忙しくないです。あ、そうですね、めっちゃ簡単です、はい、1回出てしまえばあとはぐるぐるやってるだけで出ます。そうですね、あの、まあ、1回やってしまえばもうあとは最速で昇竜拳で、まあ、キャンセルし続けるだけなんで、うん、ま、そうだからレバーを昇竜拳というよりももう多動をぐり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 やってるだけで出るんで。そうなんですよね、うん、なんせあの最速風神拳コマンドと違って、あのニュートラル返さなくても良くなるっていうのがね、キャンセルし続けるところまで行くとね、実況と解説のバランスを考えた方がいい。あ、ご意見ありがとうございます。というわけで決勝戦始まりました。ワンプレイヤー側が死にかけさんの右京、ツープレイヤー側がエアガイスカーメンさんのハオマル、超強キャラ同士です。マイル1本目勝負。はい、ワンピー側が死にかけさんで、ツーピー側があのエアガイスカーメンですけれども、そうですね、なかなか、エアガイツ仮面はこういう風に横移動が多いので、こう巧みに避けていっていく感じがします。さあ一方、死にかけ選手は強い2択を押し付けるって感じなんですが、そうですね、さあ、ステッセからの、あ、これは攻撃、ジャスト大切り置いてたら、あーと、これは弾いて、蹴りで事なきを得た。まず1本取ってくのエアガイツ仮面、まあ、あそこまで体力も出たら、まあ横台にしなくてもいいですからね、無理して。さあ、つわめ返しからの投げを決めてって、まず体力を取っていくのは今度は死にかけ仮面だが、おっとここで横台が入ってくる。横台やり返す、はい、上段潜りが持ってるので、迂闊な A を振るとこういう風に右京の横台を食らってしまうことになります。そうです、縦台も上段潜り持ってますね、はい、まあそれでもね、右京普段の技が、結構あの横の方に弱いんで、もっと、まあ、ハオマルに1回避けられたら、あの漏れなく、まあね、横台とかを食らってしまって、ね、さあアッパーカウンター浮く、さあ壁コンまで決めて3割ちょい4割こ, っちこれ受け身攻めですね。そうですね、受け身狩りしっかり整っている、あれはステップ下段からこかして、あの最速で 46AA とやると、あの実はダウンするまでにも拾いが間に合っちゃうんですよね。あ、これですね、これ、はい、さあ先にリーチをかけていくのは映画つかめ、さあここでジャストを当ててって 4BA 横台切り、さあ一気に体力が8割減っていく、早い下段で、この2人が戦うこと早いですね。はい、いやちょっと死にかけさん体力リードをいいことに大切りで暴れてきたぞ。さあここからどうするんだ。旋風烈弾コンボ使っていかないですね。
さあ今度は火力を生かして削りが早い早い。あーと長い下段、これは見えない。あれほんと見えないんだ、長すぎて。ファイナルラウンド A。 さあ横台使ってしっかりとかスカ角を入れていく、はい、アッパー浮いて 4BAA、はい、アウトコンボはミスって投げが通る。さあ 46B はアインなんかカカンも入らない。さあ、はい、ここは弾き読み、これはもうというより狙った、完全に人読みですね。これは死んだ、これは死ぬか。おっとシュガーラッシュ買うからの、わからん、これわかんなくなってきたぞ。どっちか刺されば、なんか刺されば死ぬぞこれ。さあ耐えきれなかった。下段を読んだか、勝ったのは死にかけ選手、おめでとうございます。いや耐えきれずに 4BA 食らってしまって、死にかけさんが優勝、おめでとうございます。これは、波長さん忙しそうね。じゃあ勝利者インタビュー、なんか勝手にねこうプレイヤーが進行していっちゃってますけれども、じゃあ優勝者からコメントをいただきましょう。さあどうぞ死にかけさん、さあケンサムどうすんの。ケンサムは死んだんだよ。今さら言わせるなよ。もう GRA さんを泣かせるなんて僕にはできないよ。そこで関係ない GRA さんを引っ張ってきた。 なぜか死んだけど。だって燃え出す方が多分人いるような気もするし、うん。いやちょっとね、さすがにあそこまで体力さん持ってかれるとね、見てる方もすっごいハラハラしますからね。いやエアガイズ仮面がね、あのセンスが良すぎるんですよ。だから逆に結構対戦でやってるから、うん、手癖を読んで逆張りで弾きのタイミングが抜けるところに大切り置いてたっていう。まあそうですね、もうそれ、まあ、まあ今回僕との試合でもね、まあちょこちょこ活かしてた立ち回りで、うん、もうつまり画面見なかったら勝ったっていう一番ゲームとしてあり あっちゃいけないことをね、さあやったという形でございます。とんでもないナメプレイ宣告をしてきましたこの人。いやもう画面見れない、もうおじさんやからもう、うん、はい、というわけで死にかけさん、まあ、はい、これまでの辛い戦いを制しましたね、はい、おめでとうございます。じゃあね、次何でしたっけ、バーチャかな、うん、次はあ、そうですね、次は時間が押してますね。次はね、バーチャファイター 3TB ですね、そちらの対戦会となりますので皆様ふるってご参加ください、はい、以上よろしくお願いいたします。お待たせしました、はい、なんで俺番宣やってんの。